高崎優子は日本の政治家、国会議員経験者、弁護士。ペンネームは高崎優子としている。また、フェミニストとしても知られる。札幌弁護士会所属。新潟県生まれ、北海道札幌朝日が丘高等学校卒業。1971年、北海道大学法学部卒業。 1976年、司法試験に27歳で合格し、司法収集31期経て1979年に弁護士登録。北海道合同弁護士事務所勤務の後、高崎法律事務所を開設。弁護士業の傍ら、労働法制改悪に反対する懇談会世話人やとまり、ほろのべ直接請求の会代表委員などを経て、 1989年、日本共産党新人として、北海道選挙区から出馬し、第15回参議院議員通常選挙で、初当選した。日本共産党生活福祉委員会委員長や、札幌弁護士解除権委員会副委員長などを務めた。参議院内では、文教委員、産業、資源エネルギー調査会理事、決算委員会理事、運輸委員を務めた。 また TBS クイズダービーの野党の委員長と一年生議員大会で当時委員長の不和鉄道と出場し見事10万点を達成した。1995年の第17回参議院議員通常選挙では落選した。現在は弁護士業と講演活動を行っている。他多数、ありがとうございます。